山田決算会。こんばんは、山城と申します。さあ、一応ね、ちゃんといつもの感じでね、初めては見たもののですよ。まあ今回も今月もやっていくわけでございます。山田決算会。今月は、10月分の振り返りということなんですけどね、実はもうね、11月の20日なんですね。収録日先にバラしてしまうと。多分これは結構頑張って12月の頭には開けれるのかなということなんですけど、実はね、もうね、バカクソ今編集やってましてですね、これ12月おかしいんですよね。なんかね、多いところで週に16本も動画開けるんですよ。しかもね、総再生時間が10時間近くに迫るっていうね、なんかね、意味のわからないぐらいね、バカみたいなね、物量でね、撮って、編集してやってるんでね、何が起こってるかというと、エンコードが間に合わなくてですね、本当に、収録とね、あれのね、スケジューリングがめちゃくちゃ難しいっていうところで、昼間にね、撮影した動画、それでのが先に上がってるのかな、カラカウを食べた動画が上がってるのかな、あとかもしれない、申し訳ないです。こっちの方を優先であげるかもしれないんですけど、編集の進捗状況を見て変えるんですけどね。で、いうのを見たときにですね、そのカラカラ部でね、3時間近くね、ダウンを取られてしまったんで、いやー、あれはね、ちょっとね、あの辛さは久しぶりにやばかったですね、っていうこともあったりしたんでね、今ね、何が起こってるかというと、本当はね、12時までね、収録を終わらせてね、いろいろとやらなきゃね、いけなかったはずなんですけど、なんとね、今10時から撮り始めてるんですね、夜の。わーお、わーおってことなんで、で、今後の山田決算会なんですけど、前々回かな？は、それなりに編集入れてね、やってたと思います。まあ、ゴミクソ編集では、とはいえ、一応間にキャッチも入れてね、どうのこうのってやってたと思います。で、今度が最初の多分、タダンタタタタタタタンのところは、先にね、山田決算会っていうのが入ってってね、やってると思います。ここからね、すいません、キャッチも何も入りません。で、一応 BGM はつけるのかな？一応 BGM はつけると思うんですけど、もうね、いろんな曲をね、パターンごとやってて、一応ね、それなりに、ここのパターンね、ここのところはね、落ち着いてるところやから、落ち着いた感じの曲にして、ここのところ盛り上がってくるところやから、ちょっと盛り上がり系の曲を入れてとかね。まあ、本編のね、これも本編、いや、でもこれを本編の上がった回から落とすんですわ。一応本編上がった回から落として、シリーズに一応入れるのかな、一応入れるのかなっていうぐらいの、もしかしたらもう独立させるのか、それか読み合わせ速報の1コーナーみたいな感じにするのか、ちょっといろいろと、サブチャンの方に落とすかね、考えてはいるんですけどね。まあ一応 BGM 入れてギリギリ ST の最低限のクオリティにして、で、前回山田決算会だいぶ分割したんですよね。山田決算会何分割した？110やな。全5回、じゃない、全7回に分けたのか。ね、分けて、放送をしていたと思うんですけど、逆にもう分けるのやめます。これを全7回とかで放送かけてると、どういうことが起こるかというと、後が詰まるんです。1週間これで取られるとね、7回分ね、枠を取られるとね、1日1本からね、2本更新やったってね、3日分取られるわけでございます。だから普通のね、チャンネルとはね、全然ちょっと、逆転現象ではあるんですけど、放送しないといけないのか、このままだと3月に、8月に撮った動画を出すっていう羽目になるんで、これはまずいということでございます。なんで、ちょっとね、間に挟んでね、これを十字投稿の、要は深夜枠。ただね、これ逆の方がいいのかなと思いつつも。まあでも一応深夜枠のところで入れるっていう感じでね、やっていって。でもこれはもう諦めてグダグダと喋ります。その分ね、本編のところはね、ビシッといけるような感じでね。こっちはもうね、一応これも本編の ST シリーズで今回は入れると思うんですけど、ただそうすると多分なんかすっげえ飛ぶよな。なんとか一応、今月中に終わらせた11月中に入れたいなぁと思いつつも、実は11月中は、待って、俺バカなことしてる。ない、入れるところが、全部1日2本とかなんか入ってる。まずいな。11月23日、23日。勤労感謝の日にあげるってのはありか。深夜、祝日の深夜1、あ、いや、どうせこれもいい。落とすつもりでやってもいい感じなんで、そうすると ST の、
多分シリーズ番号ぐっちゃぐっちゃになる、ぐっちゃぐっちゃになるか、さすがにそれを避けないといけないなっていう、そんなんはね、裏でやれって話なんですけどね。こんな感じでグラグラとやってきますんで、これに関してはね、ぐらーっとやっていこうと思います。ではね、早速ね、収益結果の方とかね、そっちの本日のやつはね、見ていきたいなと思います。ではね、早速行ってみましょう。おって言っても入らないんだよね。あと、このカメラの位置、意外とむずいな。意外とむずいな。もうちょっとこっちに向けたいんだけど、こっちに向けるとね、何が問題かというと、ここまでいける？そこのね、照明が入ると今度逆光になっちゃってね、またダメになっちゃうね。これぐらいでいい？あ、ここだとちょっと、この角度ぐらいでも、だいぶやりやすさ変わってくるね。これでいきましょう。よし、この位置でね、覚えとこう。という感じでね、やっていきましょう。なんだったっけ？で、YouTube の方はね、まあ、相変わらずということでございますね。期間のやつとかも出しとくか。まあ、先にニコ動の方から見ていきましょう。っていうのはまた収益がないんで、今回ね、決算会ってことで、収益のあるところというとニコ動ということなんで、ニコ動の方から見ていきたいと思います。で、ニコ動のやつが、よいしょ。まぶちを、これでいいのかな。はい、ということで、7日からどんどん出てますけど、9月分ね、いくらだったかなって見てみると、2902円ということで、一応過去最高益、出ましたということで、2902円、ということになりましたね。残高は6604円で、累計がどこかに出てたっけ？累計は、ですから、ついに9104円ということで、ついに1万円迫るという、ありがたいでございますね、ということでございます。という形でございます。まあ一応過去最高更新をしてきたという形ですね。まあ、ただこれ見たらわかりますけど、10月分のところは一応2392円ということで、ちょっとここはね、ガクンと落ちる予定になってますね。これなんでかっていうと、9月までは投稿数が多かったんですよね。週10、週25本投稿っていうのをずーっとやっとって、月100本ペースで上げていましたんで、言うてね、やっぱこれはかなり多めだったんで、やっぱり投稿数が多いっていうのが、この辺りにあったのかなというところでございます。ただ、それが10月はね、もうちょっと落ち着いてきたんで、その分ちょっと下がってるっていう予定ということでございますね。やっぱちょっと物量がね、まあやっとこさストックを出し切ったといえば出し切ったなんですけど、ということでございますということですね。で、6604円ということで、まあそろそろね、ちょっと Amazon への変更とかね、そのあたりもやってみて、ちょっと年末に向けてね、ちょっと機材を、買うのに、まあ、簡単に言うとビデオカメラですね。ビデオカメラそろそろ新調しないとなっていうところがあるんでさ、どうしたものかな。本当はDJI のポケットがね、DJI ポケットの3がね、発売になるんじゃないか、発表があるんじゃないかっていうのも、噂もあったんで、それを待ってから検討するっていうのもありかなと思ったんですけど、一応予定ではハンディカメラの方で行こうかなと思ってます。やっぱ広角レンズの方がね、大きいっていうのがあってすんでね、まあ、ソニーのやつかなと思いながらね、さあ、わかりません。どうなるか、ちょっといろいろ情報を集めながらという感じでございます。とりあえず、ひとまずこれで入りましたよという感じでございますね。で、内訳をね、見ていこうということなんですけど、よいしょ。予定が多い順、ちょっとずれるのか、これ11月分のやつで、見えるんであれなんですけど、やっぱ島スペインが強いんだな。へぇ、なるほどな。で、9月分のデータはどっかで見れないのかな？意外と見れないのかな？っていうことはね、ちょっとね、そこら辺ですけど、10月の、2392年が一応、該当出てるので、こっちの方を見た方がいいのかな？一応、688、このあたりが強い。収益化のやつね、やっぱコメントとかいただくと、結構強いのかなというところがありますね。でも再生数がね、そもそもそんな入ってない、ところですので、これなんかもう、再生数が、14ですもんね。14に対して3か、37、多く見て10とか入ってくるのやっぱ大きいですよね。っていうところがかかったりします。この値とかがザーッと入ってるっていう感じですね。
で、まあ、やはり、チリツモ系ですね。2円1円でザーッと、チリツモで、入ってもらったやつが、ずーっと入ってるっていう感じでございます。まあ、この傾向は同じで。で、やっぱ古い作品もね、そのままどこどこと入ってくるっていう形があるんで、これありがたいですね。意外とユタポン、やっぱユタポンで入るんだな。もうちょっとユタポンでいじるか。うん、いじってね、入ってくるんだったら、まあ、ありちゃありですけどね。人としては最悪ですけど、まあまあ、でいいっしょ。言うたもんだったらね。もう、小学生相手ね。っていうか、あそこの親さんって下手すりゃ俺より年下なのかな。まあ、あそこはね、親さんが、ね、保護者の人がね、なんか、いろいろと動いてる感じなんでね。まあ、うん、どうなんでしょうね、っていう感じはするんですけどね。まあまあまあ、あれぐらいの年代っていうのは、うん。一応、自由意志、その子供のね、その、を、メディアに映すっていうのがね、まあ多分、特に私よりも一般の人の方のが、ね、抵抗は高いと思うんですよ。どこだったっけ？あのところも結構それでなんか戦えたりしてましたよね。あの延長時報、綾菜さんのところ、あそこなんかもね、結構、子供、前に出すんで、それ、ね、お便りの時どうなのって言って、まあ、結構、今、ちょうどその、SNS が出始めて、あまりね、その、気にしてなかった世代の人たちが子供の写真とかわわ、あげとったのが、自分の子、ね、子供の幼少期の時の写真が、で、ま、あの、ネット上に出回ってしまって、それで、あの、コンプレックスになって、みたいな話とかが出てたりするんで、そことかが結構、うん。の兼ね合いをどうするのかとかっていうのが出てきたりしてるんですけど、まあ、あれですよね。うん、そこら辺はね、どうなる？海外基準とまた難しいところがあったりするんでね。じゃあ今日はね、ユタポンの話題をしたって、ここはユタポンのやつ出てこないんだから言ったってしゃあねえんで、ユタポンでまたちょっと人稼ぎ叫んだ。ひで、人稼ぎって言っちゃってるよもんね。うん、ね、まあ言っても、あの、ビビタのもんですからね。ここ26円ですからね。100本あげたら2600円ぐらいなのか。あ、100回しゃべる。うちならね、平気でやりますからね。っていう感じですね。まあでも、理不尽なエスカレーターとかも言うてもまだまだ再生入るんですね。やっぱありがたいですね。っていうようなところとかが入ってますよ、という感じですね。アナリティクスで見た方がいいのかな。あ、先の動画の予定が、あ、もうでもこれが出てる時には出てるのが、アナリティクスの全動画レポートで見た時に、カスタム、9月分でしたよね、あれが。出てたら、9月分のやつを見てみると、やっぱそうですね、動画の投稿本数がここまだ3本ずっとあった時ですからね。それはやっぱ強いですよね。ね、こんな感じで5本上げてるところとかがね、あるとやっぱりその分伸びますってことで、まあやはり男性が強いし、まあ打ち出せないが強いんだなっていうところですね。まあこれはちょっと傾向としては、うちはやっぱ高めは高めですよね。まあまあしゃあない、もともとはこの年代はある程度想定して作ってますからね。まあパソコンからアドレスが多い、っていう感じかなっていうところでございますね。なるほどなと。動画別レポート、直近30日だと、伸びて、最近だと伸びているところがどこら辺なのかなって見てみると、うん。あはは、やっぱタイトルで釣れるの、っていう感じがしますけどね。ひでえタイトルでしたけどね、これは。やっぱ、旅系がの、が、だいぶ伸びやすくなってきてます。これ、あの、傾向としては、YouTube よりも、如実に出てますね。それ、これは完全にカテゴライズをしっかりと分けてやってるんで、多分それが、で、シリーズ構成してあるんで、やっぱし、あの、こういったシリーズで 何回もにもね、連続で渡るやつを見るのに、やっぱニコニコ向いてるんでしょうね。だからアベレージが結構、取れてきてますもんね、という感じはしますね。なるほどなぁ。そう、マイリストのね、整理も していきたいんですけどね。あの、長編でね、いろんなシリーズがずらーっていうのを、あの、YouTube の方はどっちもプレイリストになってるんで、
プレイリストが複数登録できるっていう感じで、それで、管理をしてるんですけど、正確に言うとシリーズがないもんでっていう感じで、ね、全部それをプレイ、あの、マイリストやプレイリストのところで、なんとか カバーしてるという感じなんでね。まあ、あの、複数の、プレイリストが作れるんで、でっかいプレイリストのシリーズのやつと、それぞれの中項目のね、プレイリストのやつで、分けてっていう感じに、してあるんですけど、まあ、いかんせん、だからプレイリストの総数がすごい数になってしまってね、それがなかなか大変なんですけどね、見にくくなったので、あれをまたちょっと見やすくする方法とかもね、なんか考えたいんですけどね。っていうところなんですけど、そのあたりはね、一つこのシリーズでまず一つ、もう中分類ができて、シリーズ分類ができるんで、それに対して、シリーズごとのね、シリーズごとっていうか、大区分ごとの、ですか、ターミナルのターミナルの連続で見るようなね、もう今だったら3、400本ぐらいになると思うんで、のプレイリストを作って、連続で見やすいようにすると、またね、見ていただける方が増えるのかなというので、そういったプレイリストのね、整備はね、この年末に考えております。年末にやろうかなと思ってます。まあ、ちょっといろいろとね、やりながら、やっていきたいなと思います。というかね、ある程度時間かけてやらないと、もうね、900本もあるとね、だって、1本につき1分かかったとして900分かかるでしょ ?900 分ってことは、900分ってことは、1日1時間60分、10時間で600分、ですから15時間かかるでしょノンストップでやって15時間しよう。もう24時間探求企画ぐらいの勢いじゃないですか。っていう感じなんでね。まあそういう感じで、ちょっと時間作れるときに一気に、ちょっとガツッとやったのかなと思ってます。っていうか、そうして、追いつかせたら、追いつかせさえすれば、次からね、更新がかかったときにそのままマイリストを都度更新していくっていう形ができるんで、そこに持っていくためにはね、あの、マイリストの順番がぐってぐちゃになっちゃう。古いやつから順番にガーッとつけていかないと、ね、いけないんで、一回どっかでちょっとダッシュをかけないといけないですよね、そこのところはね、っていう感じですね。まあ、シリーズとしてはそんな感じですよ、という感じですね。今はゆらゆらめくる、京都南部高鉄道ターミナル、ターミナル前線派の旅ってのに来てるって感じですね。で、そうですね、7件になってましたけど、山中さん。今回はもう全部一本にしますしちゃいますんでね。ちょっとそこのところはね、ご了承ください。もうグラグラーと喋っとってもう20分経ってる。まあ一応10分ごとにね、本編みたいに見やすくしようと思ったんですけど、限界がありますね。切ったところで余計に本句なんかぐったぐったと行ったり来たり、私の話ってね、グランって行ったと思ったらまたブイーンって戻ってきて、ブイーンって行ってっていうね、こんな感じのね、こんな感じの動きのね、繰り返しなんでね。ふにゃふにゃという感じでございますんでね。これはもうね、ぐらぐらともうなんならね、寝ながら聞けるぐらいの勢いにしたいんで、なんで BGM とかもそんなに凝らずに、もうぐらーっとした感じのね、BGM で。でね、声張るのも諦めてます。もう夜遅いんでね、寝てこうね、周り近隣のね、方もいらっしゃるんでね、もうボソボソボソ、AM ラジオ風でね、夜の AM ラジオね、オールナイトニッポンのね、ああいう感じ、ないないの、オールナイトニッポンみたいな感じと言ったらいいのかな。そんな感じでね、ふわっと、お届けできるような感じに持っていきたいなぁと、思っておりますんでね。よいしょ。しんどい。この体勢ずっとですからね。っていう感じでございます。というところですね。で、次は、YouTube。さあ、ってことでね、YouTube の方も見ていきましょう。おかげさまで、ね、328人まで、来ております。で、ちょっと視聴回数が、盛り返してるかなっていう感じが見えます。これは単純にショーツですね。ショーツがやはり、ピュッて行くときはね、この前の意識高い子普通の子も400とか、たまに1000とかピュッて行ったりするときもあるんで、一応それのおかげで、それなりの、数字になってますってことですね。一応、10月の方で見ましょうか。10月で見ると、ショーツを、ここで一回ショーツ入れてるのかな?その金やりですね。その、ショーツがピュッといったので、一応それで5100になっているという感じですね。で、7人増えてっていう感じでございます。まあ、こんな感じ。まあ、正直これがピュッてあると、他のところの道、まあ、いかに平行線かっていうのがわかります。このアベレージがね、どうしても今ずっと下がっちゃってるんで、まあ、5100とかそれぐらいになってきてますって感じですね。だいたい 20% 減少ってことで、まあ、やっぱし、前に一時期は1万アベレージをずっとね、取れてた時期があったじゃないですか。あそこと比べるとまただいぶ下がってきてるんで、オワコンからさらにオワコン化してると言えば、いう見方もできますけど、一応これが、
11月の頃がもう多いんじゃない、あ、多くはないか、ですけど、やっぱこんな感じでキュッと上がる、ショーツがね、来るとたまにキュッ、キュッっていうのがあるんでね、一応それでなんとか持ってるとかね、ショーツはですから、やっぱ定期的に挟んでた方がいいですね。まあ、うちの場合はそこまで編集も凝っているやつじゃないんで、なりなんですけど、そのあたりもね、まだこれはこれで速報の方でね、入れたいかなと思ってます。まとめ次第ね。だからニコ動でショーツ系のやつを上げるのが、ちょっとあまりにもちょっとニコ動だと見にくい。横に変わっちゃって、ただちっちゃくなっちゃうんでね。ポンハブの、ね、縦なのかなと思って、ヒュってね、最大画面にしたらめちゃくちゃ横やんけって言って、ね、ちっちゃくなんか見にくいやんけっていうね、やつあるじゃないですか。あれと同じような現象が起こってるんで、結局縦用のフォーマットがないんでね、ニコ動は。ああいう風になってしまうんで。だったら今ちょっと TikTok 動かし始めてるんですよ。っていうのは、こっちで喋ろうかな、もう一回喋っちゃおうか。TikTok って、一応アカウント前から持ってて、ブレイクしねえ山田っていう名前でやってるんですけど、あっちの方は、その一つ難点があって、今私ってショーツを作るのに、こっちのね、パソコンで編集して、起こしてるわけです。まあやっぱ、結局パソコンの方がその、ね、今スマホでできますよってなってますけど、まあパソコンの方がね、やっぱいろいろと、細かい区切りとか作りやすいですし、うん。コマ割りとかもしやすいんでね。で、編集能力も、言うて、まあ、うちの場合は、まあ、それなりにね、クリエイターパソコン、レイトリックのやつ使ってますから、当然、その、モバイル向けのね、出力やったら、もうお茶の子最初でピュッて出してくれるんで、あっという間にできちゃうんでね、楽なんで、こっちを使ってるんですけど、問題はね、TikTok ってそれで作った、やつだと、これ多分ね、サイバーリングのこのパワーディレクターとの相性もあるのか、パワーディレクターって出力すると結構でかくなるんですよ。完成品がね、なんかデータがでかくなる傾向があって。なんで、今ニコ動で上げてるやつも実は直接上げれない。結構3ギガ超えることが多くて。なんで一回 YouTube にアップロードしてると、もうどうせね、YouTube の方のが40本ぐらいしたかかって、どうしても10本までしかね、ニコ動の方が上げれないんで、そうすると上げといたやつから、またね、リダウンロードかけるような形で、そうすると、YouTube の、ダウンサイジングって結構優秀で、4K サイズのやつとかでもほんと4分の1ぐらいのファイル容量にして圧縮してくれるんですよ。てのはこれ YouTube が自分らが圧縮できねえ状態で、ボコボコ、データをね、この動画データがね、蓄積されていくと、自分とこのサーバーがもうすぐに、偉いことになるんで、もうだって多分、テラじゃ効かないですよ。ペタの世界ですもんね。多分、YouTube が管理してるデータの容量って言ったら。で、ペタぐらいのね、容量になってくるって言うんだったら、その圧縮をね、半分以上でできるようになったりしたら、もう一気に半分ペタとかっていう、途方もないね、数字の、効率が生まれるんで、そこのところの研究はやっぱしっかりしてるみたいで、だいぶね、圧縮技術が高いんですよ。なんで、自前でパソコンでさらに再圧縮をかけるような、ことを頑張ってやるよりも、もう YouTube に一回ピョンと上げて、そっからもう一回落としたると、画質綺麗な、結構めちゃくちゃ容量の軽いファイルができるんで、それでニコ動に再アップかけると、綺麗にできるんですよね。で、似たようなことを TikTok もやらないといけなかったんですよ。で、この機能って実はGoogle、Google のフォト、Google フォトにも、だったっけ、Google フォトの方にもついているんで、あっちに一回動画アップロードかけるような形で圧縮かけたって、そうするとダウンサイジングできて TikTok にもアップロードできるような、ような作業がいったんで、それも、パソコンじゃなくてスマホの方にね、だから、フォトで上げて圧縮したりと、今度スマホのところから、アクセスして、フォトにアクセスして、ダウンロードかけて TikTok に上げるっていうね、こうな手間ね、かかっとったんで、めんどくさかったんで、なかなかやれてなかったんですけど、最近ね、ついにパソコンから直接ね、そのサイズのまんま、だから、元の素材のデータのまんまでのサイズでも上げるように、なんかね、アップロードがあったのか仕様の変化、ちょっとよくわからないですけど、なんか上げるようになってたんですよ。上げるようになってるわってなってたんで、
これだったらね、もうパソコン作業でね、ピピピって開けてね、タグ管理とか見てもパソコンのキーボードでね、パシパシパシっとできるんで、結構便利なんで、こっちの方だったら TikTok で曲げるなということなんで、TikTok もぼちぼちと上げています。今はすでにもうちょっと上げてるんですけどね。なんで、縦動画に関してはね、もうニコ動じゃなくて、TikTok で上げるような形で、ニコ動はもう横動画専門にするような形でいこうかな、どうしようかなと思ってるんですけど、結構、縦動画でもそれなりにやっぱ再生が入るんでね。まあ、うちのところの場合は10再生入ったら同じなんで、じゃあ、そっちでも入るんだったら、まあ、どうせ知名度もないんじゃ、認知機会の獲得のためにばらまいてもいいのかなと思いながらね、どうしようかなっていうところ、ちょっと今、っていうふうに悩みながらやってるところです。もしかしたらニコ動の方はもう縦動画の方をやめちゃって、それは TikTok に持ってくってことなんですけど、ただ TikTok がセームタイム配信がすっげえ難しいんですよ。なんでかっていうと、タイマー機能がないんですよ。TikTok って実はね。ですから投稿を駆け出したらもうそのまま入っこかいになっちゃうんで、ですから一回投稿が完了してと投稿完了したら問題ないなって YouTube で確認してからあげるか、それかもう TikTok で先行で公開。まあ、ほぼほぼの人はそっちなんですよね。TikToker がそのショートをやってるっていうケースが多いんで、TikTok で上げて、そこからまたそのデータをそのまま、ショートの方に持ってって使いますよっていう感じでやってる人が多いかなっていう感じなんですけどね。だからそっち用のね、ネタとかも考えてもらってるから、そっちの方が正直相性はいい。TikTok もちらっと見てみます。 TikTok 見れる？ちょっと動画でこんな感じでやってるんですけど、インサイトで見てみる？まあまあ、それなりに、だから300とかシュシュシュって入ってくれてて、フォロワー数も実はね、上げてる動画の数が10本ぐらい、15本くらいかな、コンテンツ。これね、YouTube から上げたやつしか、直近7日間の、直近7日間のやつしかね、ちょっと出てこないんで、あれなんですけど、この値もちょっと見方が、いまいちよく分かってないんですけど、過去7、直近7日間で、再生が入ったやつがザーッと出てきてますけど、言うてね、ポチポチポチと、再生が入ってるんですよね。あら、ありがたいことにということで、338とかっていう感じなんで、正直ね、打率はいいんですよね。TikTok の方が。で、160人まで来てるんで、YouTube って1300本上げて300人ぐらいでしょ？こっち10本ぐらいで160人なんで、打率で言うと 10倍どころじゃないや、150倍ぐらいあるのかなっていうことなんで、まあ、そのあたりとかもね、まあ、正直、TikTok の方が、フォロワーは増えやすい。結構、Twitter に近い、フォロワーの増え方するんで、そのあたりは成長率も500%ってことなんで、まあ、正直、いいんで、定期的にどうせショートで作るやつなんで、まあ、だから、ショートの下請けみたいな感じで TikTok とかっていうのを、まあ、あまり少ないのかなと思いますんで、まあ、そういう感じで特化して、まあ、で、TikTok 向けっていうのが、結局、完全に TikTok をメインにしようと思うと、完全に若者になっていかないといけないかどうかってなってくるんで、逆に言うと、ショーツと TikTok 両立させるなら、若者を狙う作戦っていうよりは、世界を狙う作戦とか、そっちの方を向いてやったらいいんで、そうすると、変な話、海外向けに作るときってね、ある意味楽なんですよね。三段落ちとかそういうね、やつとかいらないんで、起承転結いらないんで、ノリと勢いでポンポンポンって10秒くらいの動画上げた方のが、なんなら伸びるんで、受けがいいんで、そういったような感じのやつをね、一応ね、そっち向けのネタはね、ポチポチと考えてね、準備ができてないんで、まだ撮れてないですから、っていう感じなんで、そんなのも、開けていけたらなと思っております。案外そっちの方が海外でね。で、やっと YouTube の方も、じゃあそういうやつを海外に向けて売るのに、どうやったらいいのかっていうノウハウがだいぶ蓄積できてきて、なるほどな、ここの設定いじったらいいんだ、タグとかよりも結構ね、いろいろといじった方がいい設定があるんだなっていうのが、ちょっとずつ分かってきたんで、そのあたり、ちょっと海外向け戦略もね、今ね、チャンネルの、表のところとかを変えてね、認知されやすいような、工夫は始めてるんで、それが整ってきたんで、まあ、ここら辺の段階でね、年末あたり狙ってね、年末、多分クリスマスシーズンとかに多分、クリスマスバケーションに入るんですよね。ヨーロッパの方とか。で、そこら辺とか狙ってくる。
で、そこから、中国が神経節が2月でしょ。だから、ここら辺の2月、逆に1月中旬ぐらいをちょっと抑えて、1月の下旬から2月にかけてのところにもう一回、火つけるっていうような作戦でもいいのかなっていう感じでね、見てますけどね。まあ、それでも、本当に海外の人がね、ボンと来るんだったら苦労しないんですけどね。でもね、多分ね、日本人向けよりそっちの方のがね、需要はありそうな気がするんだよな。あの、一時期伸びてた時にも半分ぐらい海外からのアクセスできたからね。実はね、インドネシアとかが多かったのかなっていうことね。いや、インドネシアではクリスマスバケーションも出かけるもねえじゃん。春景節とも関係ねえじゃんっていう、ツッコミあるんですけどね。実はそう、あの、インドネシアはね、あの、イスラム教の国はね、本当に土平日らしいですよ。ジャカルタとか。うん。実際、ジャカルタのね、人とかと話して、ね、来てる子とかね、なんか、うちあの、ジャカルタの近くにカラワンっていう地区があって、なんかそこの人とかとの、なんかね、Facebook とかもね、バリバリ繋がりがあったりするので、ね、なんか不思議なんですけどね、なんかね、あっちの方と、なんかね、の情報が入ってくるんですよね。面白いですよ、見てるとね、とかがあったりするんでね。そういったところの情報とか入ってきてるのはゼロじゃないんで、そこら辺とかも活かせればいいかなと思ってますけどね。なんならあれかな、知り合った、人たちとか結構、ジャカルタにまだ帰ったよっていう子たちもいるらしいんで、それが結構、紐付けてくれてるのかもしれませんけどね。ありがたいことですね。ということでございます。っていうような感じ。TikTok も、の方がむしろ順調な感じもあるのかなって感じですね。で、スタジオで行くと、こっちの、4つ目の方もさ活動を11月から再開したい。それまでのところあんまり出てないです。で、4つ目は正直に言うと、実は打率、こっちもね、実は打率は悪くはないんですよね。すいません、なんかね、なかなか、ちゃんとしたね、動画が上げてないんでね、申し訳ないなぁとは思いつつもね、やっぱ、あの、お店紹介するとね、ひゅって伸びてますもんね。で、この前のタマルのやつも結構39ってね、言ってますからね、うちにしても結構、あの、なんならだってこっちって登録者数が、今、80人、まあ、変なし、動画上げてないですからね、そんなに。っていう中でね、実は言うて、ちゃんとアベレージ取ってきてくれてるんで、実はすごくありがたいんですよね。うん。っていうのがあったりしますと。というところですね。というところら辺かなっていうこと。意外とまとまった。33分でまとまった。あれだね。あのね、実はこれやる前にあの、クリスマスケーキの特集のね、撮影をしてると、カラカラ号の撮影とかやってたんで、そんな兼ね合いでね、実はもうね、6時間くらい喋ってるんですよね。さすがにもう、アベレージ書いてるね。1時間持たなかったね。いや、よかった、よかった、よかった、よくいいのか。これなら1本の動画としてね、ウィンドウにそこまで苦労ないでしょ。というか、私が編集するのがね、苦労がないんでね。こんなもんでいいや。っていう感じですね。まあ一応戦略とかの話もちらっとしました。まあそのあたりはね、実際にね、一応スケジュール決まったら、正式に発表しようかなと思いますんでね。読む山速報って形で多分、ポンと11時ぐらいね、ある日、平日にポンと入ると思います。ただね、その、ポンっていうのをね、入れてとりあえず、ね、まかなおうってやっとったらね、おかしいんだよな。12月の後もおかしいんだよな。うん。初週からだって1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24。おかしいんだよな。最初の10日で24本も動画上げるんだよね。おかしいよね。どうなってますね。なんで、よく作るね、本当にって言われながら。まあ、あの、結構、ちゃんと働いてますかね。あの、時々心配されるんですよ。山田さんさ、動画のさ、作成にさ、かまっててさ、仕事やってないじゃねえのってね、言われがちですけど、あの、ちゃんとやってますんでね、あの、安心してください、安心してくださいなのかな。うん。がっつり仕事で、っていうか、そっちに稼がないと、こっちの動画 の撮影費生まれませんのでね、どうで、さ、ということでございますね。まあ、TikTok とかもうまく使いながらね、なかなか、さっきで通ったところではあるんですけど、TikTok はね、ちょっとなかなか難しいなっていうところもあってね、あれだったんですけど、まあこういうような、感じでね、あ、できるなっていう感じがちょっとできてきたんで、そうするとね、もうね、TikTok の場合ね、あのね、若手、あの、もう1分でまとめようと考えるんじゃなくて、もう10秒ぐらいの動画でいいんだ。10秒で駆け抜ける動画が15秒ぐらいになったらバズるぐらいの感覚でいた方がいいですね。本当にあのね、本当にびっくりした。10代の子のその TikTok の見方とか結構最近ね、うん、
チェックする。なんか横目見るというと、なんか変、あれ、あれですと、どんな感じ？あ、結構本当に、スー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 ってくるんですよね。5秒、5秒、本当にピュッと見て、5秒、ピュッ、うん、あ、これちょっと面白いなと思って、打ってとかっていう。なんで、本当にそういう意味で言うと、感性、うん、あれがね、多分、大人の人から見たら、短絡的だとか、どうのこうのなると思うんですけど、あれね、絶対感性磨くっていう意味でも多分いいんで、そういうところにね、打たれる、まあ、ところで行くんで、まあ、逆に言うと引っかかりですけどね、そこからそれのエラーで学んでいくっていうのを、そこでね、ほらダメだろうって言って、旧来型のね、道に戻そうとする大人とかいると思うんですけど、そうじゃなくてね、そっちで感性研ぎ澄まして、トライアンドエラーでね、学んでいくとかね、いいと思います。うちらだってね、変な話、うちら、アングラリー基地の人間もね、2チャンネルでね、カチカチってやってね、ノート先生大激怒とかね、頑張ってね、このすれ人多すぎなね、感じのね、エロスレとかでね、頑張ってたじゃないですか。ね、カチッと開いてね、一瞬見た瞬間に、これブラクラやと思って、ALT、F4 でね、ポンと消すっていうね、反射神経を養うね、鍛えられたじゃないですかね。そう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 、エロって偉大ですね。ほぼほぼパソコンの技術って、エロを求めて、成り立ったところがある気がしますよね。英語も頑張って覚えたの、結局、学校の授業じゃなくて、エロサイトだった気がする。そんなダメですけど、でもエロって人を動かす原動力ですからね。だからそこで完全に否定しちゃうとね、で最近はその否定の仕方が、完全に潰す方向にもう使えるのを日本頑張って使っちゃったんで、それはね、それの問題だと思いますんで、ね、違う、政治の話をしちゃダメなんだ。ここは政治の話をしないっていうね、あれでしたからね。いい37分喋ったし、こんな感じでいいか。まあ、こんな感じでね、ちょっとした後にね、やっていきたいなと思います。まあ、月一の報告という形でね。まあ、多分来月以降はまたちょっと雑な増えるかもしれませんけど、今月はいかんせんね、4つ目の方がいいんで、もう雑のダンダンダンしまくりましたんでね。こんな感じで締めたいと思います。というかね、時間的にはね、11時なんでね、そろそろね、静かにしてね、黙々と編集作業やってね、夜勤に備えたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでね、この動画はこれくらいで締めさせていただきたいと思います。どこで使うのかな、なるべく早めに、アップロードできるように12月の頭かなぐらいにね持ってくれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。